逮捕時、ロナルド・ブッチ・デフェオ・ジュニアは、アメリカ合衆国の殺人犯。悪魔の住む、家のモデルとなった、デフェオ一家殺害事件の犯人。1974年11月13日午後6時30分、頃、ニューヨーク州アミッティビルの自宅で、両親と4人の手前全員を35口径の、レバー式マーリンライフルで射殺した。年の裁判で、彼は、 頭の中にいる何者かの声に殺せとせき立てられていたと主張したが終身刑の判決を受けた。ニューヨーク州ビークマンにあるグリーンハーベン終身刑務所で服役していた。2021年2月2日にアルバニー医療センターに移送され何らかの治療を受けていたが2021年3月12日に死亡した。事件現場となった。 オーシャンアベニュー112番地ドーン以外全員が2回進出で、ドーンが3回進出で射殺された。1977年に、j アンソンが、ラッツ一家の恐怖体験をもとに書いた小説、アミテビルホラーは、内容に、かなりの嘘があることが指摘されているが、実は、ラッツ夫妻に、家に住み着く悪魔の仕業にして、体験談を出版することで多額の収入を得ることが、 できると持ちかけたのは、ロナルドの弁護を担当した弁護士であった。ありがとうございます。